かしていく菅、菅のシュートー、1点返して札幌。中央へ支えと変わって、菅、繰り返し菅、枠には行きませんでした。さあ奪った菅、カウンターになる、中2人、菅のシュート、クロスか、キーパー西川です。さあ拾いまして、久保利、浅野、ここ持ち込んでシュート、わずかに左、惜しいシーンでした。札幌セカンドボールをしっかりとボランチの福森が拾って、前向きで浅野、左足で巻いて、惜しかったですね。長いボール、ボロキへ、ボロキ持ち出して抜きに行く、倒れた、レッドカード、一発レッド、決定的な得点の機会を阻止、一発レッドです。さあここで札幌選手交代、最前線のキム・ゴンヒを下げて小林が入ります。この交代はしょうがないですね。はい、福森のキック、ふわっとしたボール、岡村折り返し、競り合って、あれのコーナーキックです。3人クロスボール、ショルツだ、浦和先制です。レッドカード退場です、補正鑑定。さあこれで10人対10人、もう分からなくなりましたね、これでまたね。途中央へ福森、ワンタッチ、前向くブロックしてコーナーキックです。最後は2枚、青木どうする、シュートだ、セカンド回収、菅、飛ばしていく、菅、菅のシュート、1点返して札幌、菅ボックス内、かわしてかわして右足フィニッシュ、菅今シーズン初ゴール、1点を返しました。ここでホイッスル、4対1。